おはこんばんにちは、豆腐です。ってことで今回はね、江藤ガチャ引きます。さあ来ましたね、江藤ガチャを引きます。いやーまあね、ちょっと動画でね 2% のガチャ、1人 2% のいいガチャ待った方がいいよって話したんですけど、もうそれはねその通りだと思うんですよ。ただねポゼに関してはおそらく来ないと思うんですね。それポゼに関しては来ない。ここで逃してしまったら私のポゼはね一生総合値が18万ぐらいのね弱小ポゼなんですよ。もうそれは耐えられないということでですね、今回ちょっと江藤ガチャ引いてね、まあ改善していこうと思います。狙いはもう江藤、ブスケツ、マルケスしかいないんですが、確率 10% で1人 1% なんでちょっと不安というかかなり不安です。100連は一応できる予定ではいるんですが、できればね江藤かマルケスどっちかを100連で貫突視野に入れたいと思ってます。できればマルケス希望、江藤の方が強いんですが、最悪ね江藤の場所はセンターフォワードモラタでカバーできるし、あと2トップとかじゃなければモラタジョーカー後半から投入するんだったら江藤のレーン消えるんですよね。めちゃくちゃ強いので江藤引いて貫突したら江藤フル出場させるんですけど、とりあえずマルケスが欲しいですね。とりあえずマルケスがめちゃくちゃ欲しい。組み立てセンターバックもすごい欲しいし、で他の選手たちでいくとね、正直誰もいらんっていうのがまあ正直なところなんですよね。他の選手たち引いたところでね何に使うんっていうところでね、できればあのジョーカーを期待してたんですけど、私はあのジョーカー長をね期待してたんですけど、それが来なかったのが痛いですね。まあね、純粋なポゼッション強化だけで見たら絶対こっちのガチャの方がいいんですが、やっぱね 6% のガチャ引く気にはなれないかな。うん、あとキャプテン特徴とレーン特徴がない。例えばねメッシがキャプテンでコウチーニョがレーンとかだったらこっち引いてたんですよ。で例えばエトーがバンディエラで、マルケスがキーマンみたいな、エトーがキーマンでマルケスがバンディエラとかだったら迷わずメッシガチャ引いてたんですけど、あの私が欲しいのはバンディエラ特徴じゃないんですよね、キャプテン特徴なんですよ。私が欲しいのはキーマン特徴じゃないレーン特徴なんですよ。ということでこっちを引いていきます。ということで早速やっていきましょう。さあもう引き始めてしまったので後には戻れませんね。さあちょっとねかなり不安。このね久しぶりに 1%、 1人 1% のガチャを引く気がしますね。どうでしょう、どなんかどうなんか。よいしょ、クリスティアン・テイ・ジョー、さあ行きましょう。頼む、ラウール・ルイディアス、レジスタ・ホーム。さあグラニト・ジャカーですね。さあ来い、デセフィオ・ペイン、アメリカですね。ほん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 、さあ頼む、10連で何かしらかんかしら来てくれ、カイル・ピーターズ。さあとりあえずボチェク・ドチカル、ボジェク・ドチカルか、ルーク・ショーだね。お、世界屈指の実力、あ違うんだ、 OMF は誰が来ても外れなんだった。ウーデゴアかな、ウーデゴアですね。ちょっといらんね、ウーデゴアパイセンは。来い、特別獲得枠も仕事せずということで、さあ気を取り直して20連目いきましょう。 10% なんでね、星5自体が来る確率はそんな悪くないんですよ。まあただ当たりがね3人しかいない、10人いて3人しかいないので、そこがだいぶネックかなと思いつつ信じて引いていきましょう。やっぱりね、マルケス、まあ、セルヒオ・ブスケツもすごい欲しいんですけど、ブスケツに関してはね最悪まあいなくてもいいかなと正直思っていて、やはりまあよいしょ、ポイントはねマルケスとエトーでしょう。ペドロ・オビアング、OMF、 あかんね、 OMF の時点でちょっと今回はあかんのですけど、
欲しいのはセンターフォワードとセンターバック。おっと20連目星5なし、これはこれできついところ。さあ30連目いきましょう。チドリジアワジーム、おっと、もうでも今5分の1終わったのか。おこれは待って、アドラーの高速ドリブラー違う気がするな。誰だ、アンドレシューバか。センターフォワードなんで若干今ね一瞬エトーかって思っちゃったんですけどね。ジェイソン・ムリージョ、ロマン・アムマ、ルーカス・レラが、さあ来い、ミランチュク、星5来い。やっぱ意外ときついかね。30連して、まあ、確率的にはこんなもんだが、ファビアン・デルフ、さあパスカル・グロス来ていく。あーサイドの時点であかんのやな、トニクロス。まあ、星5選手3人来てはくれてるんですけど、ちょっと厳しいね。3人来てはいるんだけど、欲しい選手が1人もまだ来てないね、30連してね。マルケス、あれか、マルケスとベト、マルケス、ロビン・ゴゼンス。さあ、レフトミッドフィルダーも違う。最悪ね、ラファエル・マルケス、いや、そう、レフトサイドバックも違うね。結構きついね。最悪ね、マルケスに関しては、できれば監督したいんですけど、まあ、最悪ね、監督しなくてもキャプテンなんで使えるっていうところがあるので、ただ、エトを使うんだったらね、ちょっと監督は必須かなと思っていてですね。おっと、きついね。40連して、ゼロか、当たりが。確率 3% なんで、当たりの確率が 3% なので、そうやって考えると結構来てくれてもいいような気もするんですけどね。よいしょ、頼む。出現確率 3% だと50回したら、まあ大体来てくれるね。誰か一人は来てくれるはず、信じていきましょう。頼む、誰か一人来てくれ。アマドゥ・ディアワラ、ルドビッチ・ブラス、中央突破、組み立てセンターバック、フィエル・ヘフェル。さあ頼む、ダルウィン・マチス。おっときついね。50連して、ブスケツ・マルケスゼロか。これきついな、マジか。久しぶりに大爆死してるね。50連で当たりゼロはつらいな。残り50連ですが、ステップ6で特別獲得額 50% か。ステップ6行こうか。頼む、ここら辺でそろそろ出てほしい。 60% して 3% が外れる確率が 16% らしいので、ちょっと 3% ちゃんと引いていきたい。エリック・ラメラ、頼む。ルイス・ムリエル、頼む来い。アマドゥ・ディアワラ、そもそも確率は 10% なんで、もうちょっと星5が全体的に来てくれてもいいような気がするんですけどね。シュート見習い、ビドラ、ビドラ、はあはあ、ヤンベドナレク、ポゼッションワンチャンあるんじゃないか。ジャカー以外で頼みます。オッケー、まずはサミュエル・エトーですね。ありがとうございます。難しいな。悪くはないんだけど、特別獲得はか、仕事していかない。さあ70連目いきましょう。なんか10連でさ、星52枚引きとかやりたいんだけど、ダメ。ジュリチッチ、よいしょ、キーガンドリー、キラータックル、エラキムマンガルか。さすがにね、ちょっと1人だと貫突はできないので、最低でも2人は欲しいんだが、フィリペ・アンデルソン、何が怖いって、マルケスゼロで終わりそう。モハメド・イハッターレン、さあベン・デイビスで、よいしょ、ルイス・シニステラ、タックル、センターバック、ダニエル・ルガニ。いやー、なんかちょっと調子めちゃくちゃ悪いね。やばいね、もう80連まで来ちゃったね。恐ろしいぞこれは。レルマ、星5来い。違うね、サンティ・ミーナ。待って、これさ、確率純粋に 10%
ーの確率じゃなくない？これやばくない？出た数5人ぐらいしか出てないよね。驚異的な出なさを今してるんだが大丈夫か俺。ゲルゲンセン、 OMF ホークアイはいらんな。さあクロス2人目ですが、いやーこれはなんかでもあれだよね、外れ枠どうこうというよりも純粋に星5が出てないマジで。うん、モーゼス・シモン、クリスティアン・マーケス、さあモハメド・イハッターレン、純粋にちょっと星5が来てないな。ヨアキ・マンダーセン星5来い、来ない、これはきついね。久しぶりになんかだいぶきつい引きを味わってる気がするけど、どう？最近でもなんかいい引き多かったからな俺。そうだよね、結構いい引きばっかしてた気がするんだよな。シャビもちゃんと引いて、モドリッチもちゃんと引いてみたいな。さあラインブレーカーセンターフォワード一瞬期待しましたが、やばいねこれは、やばいね。驚異的な、驚異的な、ある意味驚異的な引きをしているね。ルイス・アドヴィンクラー、あーシュートの切り札だから、やべ違うね。くそー、今のがエトーだったらまだギリ耐えたんですけどね。エトー来い。これは誰だ、ロンドンの潰し屋だからちょっと思いつかんな。ジャカーか、そうか。きついなーっていうか星5ちょっと出始めたけど、こんだけ来て、あの 3% がまさかの1人しか来てないっていう、これは久しぶりの大爆死じゃないですか。ラスト特別獲得枠でエトーと、いやこれきついね。どうしよっかな、マジかマジか、ちょっときついね。100連してエトー2のヨビッチ、シューバ11、クロース2、ウーデゴワ1、ジャカ1、タグレフィコ1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9人か。特別獲得枠あって100連して9人もきついけど、マルケス取るか、エトーを取ってエトーを完突するかって、そういう話になってきちゃったね。どうしよっかな、ちょっと考えよっかな。一応ね GB の課金をワンチャンすればあと100連ぐらい引けるのかな。15000プラス、どんぐらい、11000、26000足されて35000、そうだね、2万払ったらあと100連できるんで、ちょっと考えましょう。でその100連の結果次第で引くか引かないか決めていこうかなと思います。ってことで、だいぶ厳しい引きをしてしまったんですが、まあ、こういうこともあるということでね、皆様のところにはちゃんといい引きができるように祈っております。ってことで豆腐でした、バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした、バイバイ。